知られてないんです。残念ながら。いやマジで多い。めっちゃ好きよね。あ、めっちゃ好きなんだ、うん、俺はそうでもない。なんで急に敵に回るの。どうもこんにちは、ケビンです。どうもかけです。山です。日本人的には常識だけどアメリカ人は知らない料理。有名な日本料理ってあるじゃないですか、寿司とかラーメンとか、なんかすき焼きとか、はい、まあ、そんな中でほとんどの日本料理はまあ知られてなかったりするじゃないですか。日本人的にはもうこっちの方がメジャーだろうみたいなレベルなのに、うんうん、はい、伝わってないものってあると思うんですよね、はい、どこら辺が伝わってないのかっていうのを探っていこうじゃないかという企画でございます。はい、なるほど、はい、今回はですね、はい、日本国内で人気家庭料理ランキングを見まして、はいはい、その中から順にこれはアメリカでは知られてないなってやつをピックアップしてきました。なるほど、はい、なので最初であればあるほどメジャーな料理が出てきます。なるほどね。侵害ってことだね。そうですね、俺らからしたらそういうことになります。そういうことだよね、はい、うん、侵害ランキングってことね。そうとも言えるでしょう。そうですね、はい、だんだん進むにつれて俺らもピンとこなくなっていくっていう。いやでもね、うん、もうどれも絶対知ってるってやつ。あ、そうなんだ。結構痛いかもしれない。心が痛いんだ。なるほどね。知らないのかーってなっちゃうかもしれないです。早速いっちゃっていいですか。はい、まずは最初、肉じゃが。あー、侵害。知られてないでおります。そっか、これ知らないんだ。知らないのか。知らないんですよ。肉じゃがなんてさ、うん、彼女に作ってほしい料理ランキング1位じゃないですか、これ。なんか言われるよね、それってね。え、うん、俺思ったことはないんだけど、正直。でも、うん、言うよね。でも言われてるじゃないね、うん、これって日本人的にはやっぱりトップクラスに有名な料理。そうだよね。もう家庭料理のど真ん中よ。そうだよね、うん、日本の家庭料理の全てが詰まってるっていうかさ。そうだね。醤油、みりんみたいなね、味付けで。だやっぱね、醤油だね。醤油、みりん、酒、もう全部だね。すいません、全部やっぱないから。あ、そうか。まあまあそれも大きいね、やっぱり。煮込み料理みたいなのってあるじゃん。近いものも存在しない。じゃがいもとかをポットにぶち込んで煮るみたいな、うん、そういうのはあるんですよ。そうか、うん、でもやっぱね、違うんですよ。チーズとか入れ始めるから。まあそうだよね、終わるね、それは。もう全然違うよ。そうだね。でこれってうまいって思ってもらえるのかな。どうなんだろうね。おんじゃない。なんか照り焼きとか好きじゃん、うん、そんなに遠くない気はするけどね、うん、そうだね。肉ジャガーブームが来るかもしれないよ。来てほしいですよ。来るか、肉ジャガー。いやいや、あるあるある。あるって。だってたまになんかさ、うん、そんなに流行ってなかった海外の料理とかがなんか突然日本で流行ったりすることってあるじゃん。あるね、あるある。ちょっと前だけどマリトッツォが急に流行ったりとか、うんうんうん、肉ジャッガが急に流行ったりとか。マリトッツォみたいに言わないでもらって。コンビニにね、並ぶかもしれない。肉ジャッガがバズってほしい。そうであってほしいよ。ね、そう、本当に。しかもさ、あれやっぱさ、うん、お米と一緒に食べるみたいなさ、なんかそういう前提もあるじゃん。濃いよね、だから結構ね。だからお米文化がない人たちにはなかなか、何で食べればええねんってなるのか、ね、そうですね。パンと一緒になるのかな、そういうことか。サンドイッチ的なね。ちょっとそれは微妙かもね。ディップとかしちゃうんだね。美味しいのかな、汁で。ビーンズと一緒にさ、パンを乗っけて食べるみたいな。ああ、そうか。そうなるね。流行んないかもね、じゃあ。流行んないんかい。じゃあ無理かも。諦め早いですね。米ごと流行るしかないね。そうね、セットで。セットで言ってほしいですね。続きまして、はい、ハンバーグ。ハンバーグ？そう、ないんですよ。日本料理だ。しかしハンバーガーって言われてるもんね、うん、いや ER つけてるだけですやんっていうね、うん、そうだよね。ないんですよ。アメリカだとないんだ。アメリカにはないんだ。ヨーロッパとかだとあるのかな。ヨーロッパにはね、ある。似たようなのはあると、うんうん、ただアメリカで、うん、ハンバーグくださいって言ったら、うん、分かんないですね。分かんない、うん、あ、ハンバーガーのことよねってなるね。なるほど、なるほど。ハンバーガーってさ、ハンバーグの ER 系だと思ってないの。思ってない。プレイ、プレイヤーみたいなさ。いや、マジで。そういうことだとずっと思ってた。うん、ハンバーグ、ハンバーグ。ね、ハンバーグ、ハンバーガー。そう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 。そう思うよね。そう思ってた。そうね。うん、そういう認識はないんだ。ただ一応、うん、ウィキペディアとかには、うん、ハンバーグステーキっていう料理はある。うん、と記載されてる。されてればいるんだ。はい。だけど、うん、あんまりね、知らない。あ、ドマイナーな料理みたいな。そうだね。まあでも確かにその、あのハンバーガーの中のやつもハンバーグって言われてパティっていうもんね。そうだね。ね。で、あと、うん、アメリカに、うん、サウスベリーステーキっていう料理名があって、うん、それは結構近い、うん、こんな感じなんだけど、
煮込みハンバーグみたいな、ね、そんな感じなのよ、うん、なんかグレイビーソースとかと一緒に食べたりするやつなんだけど、うん、あほぼ一緒よ。この中に玉ねぎも入ってるし、おー近いね、うん、似たようなものはあるけどサウスベリーステーキっていうんですね。日本のハンバーグをさ、うん、アメリカの人が食べたらさ、うん、どっちかっていうとサウスベリーステーキみたいだねって思う。そういうことだねってなるのか、うん、そもそもじゃあ似たサウスベリーなんとかみたいなあれとかのメジャー度合いはどうなの？日本でハンバーグよりも、うん、そんなにないね。あ、じゃあなんだ、うん、あの料理自体が別にそんなにメジャーじゃないんだ。そうです、ね、あるけど似たのは、はい、それ不思議だよね。不思議だね、こんなにうまいのに、うん、あ、まあそうね過小評価しすぎじゃないっていう。そうですね。ハンバーグってめっちゃうまいもん。めっちゃうまいじゃん。そうですよね。まあまああのヨーロッパとかではあるからさ。そう。まあそうね、うん。ヨーロッパだとどのぐらいのポジションなのハンバーグは？いやまあ中の中よね。マジ？うん、別にそんなに。日本だとジョーのジョーじゃん。うん、ハンバーグ、ね。もうレジェンダリーホールオブフェイムよ。そうだね。SSR だよね。いや美味しいけどね別に、うんうん、ってぐらいじゃないかな。だからステーキの方がうめえじゃんっていうね。いやそれはあると思うやっぱ肉の方がね。そう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 。でもね日本だとさ、うん、ステーキよりハンバーグの方がうまい時って結構多くない？あるある。俺はないけど。嘘。その瞬間はマジで言ってる。ハンバーグの名店とかあるもんね。あるある。確かにあるね、うん、ステーキの名店は別にそんな聞かないかもだけど、もう肉がいいだけみたいなね、うん、そういう感じだよね、うんうん、ハンバーガーなんかこうバランスとか工程がいろいろあるもんね、うん、ステーキなんてもうガーンって終わるガーンって終わるもんね。確かに。続きまして、はい、エビフライ。エビフライ、はい、ああ。これはアメリカでは知られてないですね。知られてないの？エビフライって。あのね、似たようなやつはあるんですよ、うん、ポップコーンシュリンプっていう名前で一応存在してるんだけど、うん、丸っこいやつね。そう、うん、丸っこいやつ。ドミノピザとかにもあるよね、なんかね。あるわ、うん、サイドメニューみたいなね、うん、こういうやつですね、うん、結構違うのこれは。そうだね、エビを揚げてるっていうのは一緒なんだけど、うん、まあ、まず見た目のサイズが違うね全然、うん、で一緒に食べるのがカクテルソースだったりとかスパイシーソースだったりとか、タルタルソースとかね、それで食べるんだよね。チキンナゲット的なポジションなんか。ああ近い近い、そういう感じなのか。とかフレンチフライとか。ああはいはい、そういった感じ。そんなか、めっちゃサイドだね。サイド、もう完全にサイドだね。エビフライはもう主人公だもんね。そうよ、こいつは主人公にはならないです。やっぱ肉厚さがないからこれは。ああ、そうなんだ。そう、日本のやっぱさでっかい太くてさ、うん、あの良さはないから。あ、そうなんだ。でっかいエビっていないの？いや、いるけど、うん、こんな感じでは調理しないんだよね。そうなんだ、うん、ロブスターでエビフライやったらクソでかいエビフライできそうだ。そうね、確かにね。うまそうやな。上がるのかな。難しそう。続きまして、はい、オムライス。オムライス、はい、オムライス、まあ、オムレツみたいなのありますけど、うん、中にご飯を詰めてみたいなね。そういうのはないんですよね。そうか、これって日本のやつなのか。そうだね。確かに。そうか、ご飯とかね。確かに。洋食だと思ってるけどね。いや、そうだよね。そうだね。洋食の定番って感じするもんね、うん、オムライスって、うん。確かに。オムライスもだから上位じゃん、結構。アメリカでも戦えると思うんだけど。ただ、うん、ケチャップにライスですか、とはなるね、アメリカで。あ、そうなんだ。微妙なんだ。そうなんだ。いや、気持ち悪くないってなる、ね。あ、そうなんだ。中野のケチャップライスも。そうだね。発想はないね。マジか。一番うまいんだけどね。美味しいよね。ちょっと食べてみてほしいけどね。ね、うん、ヨーロッパだとちょいちょいあるかも。あるんだ。なんかちょっとピリ辛のなんかああいうやつとか。ああ、そのライスね、うん。ライスとトマト系のやつはあるかもしれんけど。なるほど。オムライスは見たことない。オムライスは見たことない。そっか。うん、おさまランチ頼んだらさ、オムライス、エビフライ、ハンバーグついてくるもんね。マジでついてくる。ね、知らない知らない知らないが来るわけでしょ、ね、海外でしょ的には。肌刺さってる。衝撃的だよね。あれはね、何これって。続きまして、はい、焼肉。え、ああそうなんだ。そうなんですよ。え、これは知られてないの？焼肉知られてないんです。残念ながら。アメリカはさ、バーベキューが主流っていうのはご存知だと思います。はい、でかい設備で、でっかい網で、庭でトングで庭で焼いてみたいなね、うんうん、まあ、けどまずそれが主流なのよ、うん、肉をこの火で焼くと、そういう焼き方が主流、うん。であとね、この日本の、うん、その焼肉よりも、うん、コリアン焼肉の方が圧倒的に知られてて、アメリカでは。そうなんだ。 それ人気なの？コリアン焼肉は人気。あ、そうなんだ。コリアンバーベキューって言っ
ってリアンバーベキューっていうんだよね。そうそうそう、だからあのサムギョプサルみたいなね感じのやつがあってみたいな感じですよ。じゃ豚とかで、そうそうそう、豚、主に豚、野菜にくるんでるとか、そういうやり方が辛いソースにつけたりとか、そう、圧倒的にそうなの。アジアの焼肉って言ったらもう完全にコリアンバーベキューってイメージになっちゃったから、すごい、ジャパニーズスタイルはもう入るようじゃないですね。マジか。まあね、美味しいけどね、なんかいい肉とかをさ食べると思うとね、なんか塩とかさ食べるみたいな、なんかそういうのとかやっぱいいと思っちゃうけどね。思っちゃう、うん、やっぱそのそこには豪快さはあるんですかっていう、豪快さそこにはこの男のロマンはあるんですかっていう、ないよね。そこがポイントなんだ、アメリカ人的に。お父さんの腕を見せる隙はあるんですかと。そこか、はい、ないですよね。韓国の方が豪快だもんね、手でこうやってみたいな、まま、やるみたいな、はい、いやでも日本に来たら焼肉屋に行ってほしいぐらいなんだけどな。そうだね、うん、そうだね、いいよね、うん、本当にこれは日本人に好きな食べ物何って言ったら焼肉って答える人かなり多いと思うよね。確かに日本に外国の人が来てさ、うん、和牛とかめっちゃ有名じゃん日本で、うん、でもみんなステーキ食べるよな、和牛のさ。分かる、ステーキ屋さん鉄板焼きとか行くけど、うん、和牛の焼肉とかあんま聞かないよな。そうだね、うわー、もったいねーって思っちゃう焼肉屋行った方が絶対いいだろうって思う。ないのにな。続きまして、はい、生姜焼き。おー、こちらも知られてないですね。やっぱエース級ばっかり来るな。確かにね、来るよね、来るね。知らねえのかそうなるんだ、知らねえのかってなるなんで急に敵に回るの一緒にこのスタンスで行こうねってなるんですよ。なんでお前はそんなスタンスになってるんだって。いや、なんか別人が乗り移り始めるから急にさっきまでケビンだったのに急に知らねえのかの人が現れる始めるからこれはケビンですから、ね、あ、ケビンだ、変わってないですから。ケビンの中にいる人なんね。そうよ、そうよ、もともといるんだ。初めましてだっけこれなんかこのバージョンの話、うん、このバージョンなんかあんまりいないから。あ、ほんと結構長い間一緒にいたけどね大学の時から。知らねえのかあんまり出てこないあんまり出てこなかったかそうですか。いや、そうなんです、生姜焼きを ね、 ね、できそうだけどね。素材はあるよ ね、 ね、ポークとジンジャー、うん、いや全然ね、まあ醤油もあるもんね別に、うん、そこ醤油使うのか。そう、ね、使うね。まあまあ1ハードル作っちゃったな、そこで。そうね、まあ、やっぱ醤油みりん系がちょっとハードル高いんだろうね。そうだね、うん、これも好きな人多いよね、生姜焼き多い、うん、いやマジで多い。めっちゃ好き俺。あ、めっちゃ好きなんだ、うん、これ今日のリストの中だったら、うん、定食屋行って、うん、生姜焼き選ぶ。あ、一番好きなんだ。そうね、俺はそうでもない全然好きなんだけど、好きなんだけどそうでもないような、ね、そうですか生姜焼きなんてさ結構あのテリヤキに近くない？うん、近い。そうだね、うん、生姜焼きっぽいのあったよね。確かにテリヤキが生姜っぽかったよね、もはやね。確かに海外のやつは。確かに味的にはなんかね好きなんじゃない。テリヤキ好きなら生姜焼きも好きだろね。うん、確かに感じはあるよね。覇権を取れる可能性あるけどね生姜焼きがめっちゃ流行るっていう、うんうん、でもこれもやっぱりね、うん、オーブンで丸焼きには負けるんだろうな。あ、なるほどね。そうっていうかまずフライパンで焼くのが無理なのか。まあ確かにね、あんまり確かに、うん、まあそこまでフライパンでいろんな調味料入れてバーみたいなのはやらないからね。そうか、結構オーブンにぶち込んで50分焼くみたいな、そういうのばっかりだからね確かに、うん、なんか言ってたもんね、あのアメリカのさ物件だとしたら、そもそもこう外に出ていく構造じゃないから危ないみたいな。そう言ってたね、警報鳴っちゃうからそういう料理あんまできないみたいな。そうだね、確かにそういう問題があるか。設備的ハードルがあるかもしれないですね。なるほど。続きまして、はい、チキン南蛮。あー、うわこれは痛いね。南蛮これ俺さ今日のリストの中だとかなり上位に来るんだけど、俺好き度合い。俺もこれが一番好き。あ、これが一番好き。生姜焼きよりもチキン南蛮。いや、俺も好き。え、これとかってなんか全然似たようなのないと思うけど、タルタルソースみたいなのあるでしょ。ある。で、フライドチキンもあるでしょ。ある。ほぼほぼもうチキン南蛮じゃないかって、ね、いけますよ、うん、ね。あとあのなんか甘だれみたいな、うん、なんかそうだね、あれさえあればね。そうだね。近いのはフィッシュ&チップスとか。あー、近い近い。あ、まあ、フィッシュだけどさ、うん、まあ、このなんか揚げてそれをホワイトソースにつけるみたいなね、そういう、うんうん、確かに近いね、うんうん、いやこれもなんか馴染みそうだけどね。そうだね、うん、大体南蛮から伝わってきたんじゃないんかね。ね、もはやね、
ってね。なるほどね。ポルトガルにはあんのかな。あんのかもしれないじゃん。どうなんだろうね。いやこれ好きな人多くない、チキン南蛮って、うん、実は人気だよね、チキン南蛮。いやマジで人気だよね、うん、チキン南蛮弁当とかね、うん、絶対それ頼むもん、ね、うん、俺も絶対それ。あの唐揚げ屋さんとかでさ、なんかソースが南蛮風みたいなのって選べるときあるじゃん、絶対選ぶもん俺。絶対そうでしょ。絶対南蛮風が一番うまいよ。絶対それが正解だもん。これオーブンでもね、オーブンでもチキンの段階はどう？どう揚げなきゃいけないのかこれ。そっか。でもね、エアフライヤーとかあるのよ。すごい流行ってんだよ、アメリカで。エアフライヤーとか。油を使わないでなんか揚げるやつがあるの。まあでも普通に揚げるっていう手法もあるから。うん、そうかそうか。できるよ。そうだね。え、あのソースって何？醤油とかいる？あ、醤油、砂糖、酢。醤油か。まあまあまあ。醤油がやっぱ一個のハードルになっちゃってるのかな。なるほどね。でもこれもポテンシャルはすごいんだけど。あるね。はい、続きまして、はい、だし巻き卵。これ知られてないの？知られてないですね。やっぱスクランブルエッグとかオムレツとか、まあそういう卵料理もありますけれども、巻くみたいなのがね、まずないね。あれって外から見たらオムレツだろって認識なのかな？なそうなると思うね。そうか、うん、なんか焼かれてんなだいぶみたいな。焼かれたオムレツ。そっかそっか、中まで火が通ってるオムレツみたいな。そう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 。俺すごい好きだったから、うん、親にも頼んでた。朝ごはんはもう卵焼きにしてくれた。はいはいはい、はい、お願いだからって言うぐらい好きだった。卵焼きは甘い派？しょっぱい派？うちはね、しょっぱい派だった。甘い派だった。甘い派だったんだ。そう、だし巻き卵ってそれとは違うジャンル、うん、そのあのいわゆる卵焼きとは違うよね。そうだよね。だし巻き卵はしょっぱい寄りだよね、うんうん、そうだね。そうだよ ね、 そうだね。甘いだし巻き卵はあんまない、うん、そうだね、うんうん、大根おろしみたいのがあってみたいなね、うんうん、ちょっととろっとしてるっていうか。そうだね、スープっぽいっていうか、うんうんうん、続きまして、はい、サバの味噌煮。あーこ、まあね、確かに、まあ、これは、これはまあ言ってないだろうね。味噌、これもね、かなりアジアンですもんね。サバは食べる。サバってこれなんだ。あ、マクロね。マクロ聞くな。へえ。グリルマクロみたいな感じで俺聞いたことある気がするな。へえ。サバ自体は普通に食べるっていう。そうだね。そうだね。うん、あるね。うん。まあ、なんかそもそもなんかアメリカ料理の中に魚が組み込まれてること自体がそんなに想像はできないんだよな。うん。でもなんかマクロを食べるときは割となんかアメリカン料理というよりかはなんか海外の、うん、ああ。なんか。アジアンとか、あとにヨーロッパとかねのシーフード料理を食べようみたいな感じの認識かもな。なるほどなるほど、うん、確かフランスとかだと普通に魚食べるからね。魚焼いたやつとか、ね、煮たやつとか、うん、そうだよね、うん、それよりはアメリカはそもそもちょっと食べない料理なのかもね、うん、確かに。この味噌煮っていうのがね、またね、いや味噌煮はむずいよな。むずいだろうね。味噌って味噌はね、ある、まあ、味噌スープとかね。あ、そうかそうかそうか、人気だから。確かに、うん、なるほど。でもサバの味噌煮ハンバーガーとかどうよ。あるよね。でもなんかそういうのあるよね。 あるあるある。確かに結構美味しくない、あれ。うん、まあ、フィッシュバーガーってあるよね。あるもんね、うんうん、フィレオフィッシュはアメリカにあるから。でもサバの味噌煮って結構さ、うん、貴重な人気魚料理な気がするんだけど、ね、そうだね。残念ながら入ってないですね。そうですか。こちら最後でございます。はい、最後ですね、はい、ブリと大根の煮物でございます。ブリ大根ね。確かにこれも定番じゃないですか。そうだね。ないんですよね。やっぱこれも醤油とかね。やっぱ煮物系はないんだろうな。あ、だからこの大根を染み込ませるみたいなまんま、あんまそのコンセプトもないかもしれない。へー、染みてる方が美味しいみたいな。染みててうまいみたいなね。あるよね、うん、ブリはどうよ。ブリは、ね、あるのかな。イエローテール、あんま聞かないな。へー、これはあんまり食べないのかも ね、うん、ぜひここら辺は食べていただきたい。そうね、方に。そうね、うん、逆にじゃあ何が知られてるんだっていう。おお、そうだね。なるほど。何も知らないんじゃないかと、うん、いう説の話も、ね、聞こえてきてますから。確かに確かに、はい、知られてる料理名をちょっとバッていってきます、はい、はい、しゃぶしゃぶ、あ、知ってんだ。寿司、うん、唐揚げ、あ、知ってんだ。天ぷら、うん、おでん知ってんだ。おでん知ってる。焼き鳥、牛丼、親子丼、そば、もち、納豆、カレーライス、ラーメンでございます。あ、でも知ってんのもあるっちゃあるね。そうなのよ。まあ割とこう王道を知ってんじゃんみたいなところもあったんだね。確かに確かに。でもなんかさ、家庭料理感は薄いかもね、全体的にね。確かに、うん、外食で食べられるような。そうだね、うん、しゃぶしゃぶがなんかそんな知られてるならね、うん、
焼肉も行ってもいいな。そうだよね。しゃぶしゃぶはまず響き、しゃぶしゃぶが面白いっていうのと、そっか、ボイリングウォーターにこのディップするっていう面白さ、あ、それだね、それでバズってるんだよね、楽しいぜっていう、あ、エンタメ感があるんだ、そう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 、うわあ、そっか、じゃあ焼肉ももうちょっと面白い必要があるんだそういやでもこれ逆にこれから流行るかもしれないものでもあるからね、 そうそのリストでもありますから、ね、確かに、ぜひ広めてもらって、はい、良さを知ってほしいですね、はい、はい、ということでこの動画を見て日本の料理全然知られてねえなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。山ちゃんがそんなに生姜焼き好きだとは知らなかったな。本当、うん、ケビもすごい好きなんだね生姜焼き。あ、俺好きよ。まあ、チキン南蛮がトップなんでしょ、この中。そうだね、この中だったらチキン南蛮が圧倒的トップ、うん、お弁当屋さんとかあるじゃない、なんかオリジン弁当とか、うん、あるね、7割チキン南蛮すごいね、そんなに好きなんだそうだったんだ